水野美紀のシネマライフ、また、はい、お便りいただきました。ありがとうございます。南さん、はい、毎週美紀さんと福澤さんの掛け合いが面白くて爆笑しながら見てます。おリクエストはゲームではないのですが、お二人のずっと内緒にしてたけど今だから言える話が聞いてみたいです。これからもシネマライフ応援しています。おありがとうございます。ありがとうございます。今だから言える話、もうこれは時効でしょみたいなことでしょ。そういうことです、そういうことです。ドラマの裏側とかね。そうですね。昔踊る大捜査線撮ってた時に聞きたい、絶対聞きたい聞きたい、はい、スタジオ入って、はい、着替えてたわけ。ほいほいほい。ズボン、自分のズボン脱いで、はい、で衣装の下履こうとこのかがんだ瞬間に、はい、小田さんが間違えてシャッてカーテン開けてあ、ごめんっつってシャッてしまったマジっすか、そんなことあるんですね。あったね。当時の美紀さんがキャーってちゃんと言ってましたね。この状態でこうえって感じです。だからでも着替え場は分からなかったんですか、ロケみたいなところ。スタジオでしょ。スタジオの中の衣装のがわーっと置いてある部屋の一角で着替える。あーカーテンに仕切られてる。たまたま空いてるだろうと思ってね。男子も女子もそのカーテンの中で空いて順番に着替えるみたいなところだったんですね。だ逆じゃなくてよかったよね。そっちに小田さんの方にお尻を向けてなくてよかったなと思って。そっか、まだここだから。もうほぼ顔しか見えないじゃない。そうですねそっか、小田さん的にもそうですよ。お尻だけ見たらちょっとさすがに気まずいですよ。気まずいよね。あ、まあ、顔も気まずいですけどね。やっちゃったと思うもんね、はい、今だから言える話なんかある。ガチの今だから言える話だったらあれですね、一時だけ昔、うん、親父の都合で半年間だけ自衛隊に入ったことあります。これマジです、マジです。半年ってでも結構だよ。だからちゃんとがっちり訓練受けてるじゃん。いや受けてます、受けてます。かなりかなり受けてますよ。いや相当厳しいでしょ、自衛隊の。この今の僕のビジュアルからでは想像つかないでしょ。役者やるには何でも経験しとけばさ。ああそうですね、役に立つから。あったでしょ、その後自衛隊員の役とかないですねただ一個だけ役者の先輩に連れて行かれたサバイバルゲーム、サバゲー、やっぱ僕めちゃくちゃうまかったっすよほら役立ってるいやだからそこで役立って、仕事に役立ってませんから。じゃああれだ、こう歩幅前進とか早いんだ。僕歩幅前、僕何言ってるんですか。僕優秀隊員取ったんですよ、戦闘訓練の。すごい。僕戦闘訓練と射撃訓練で賞取ってるんですよ。だからサバイバルゲームの時も癖すぐ掴んで真ん中当てれるんです、銃だけ、あの小銃ですよ、ライフルだけは。僕めちゃくちゃ全然知らなかった。そうなんですよ。その頃痩せてたの。いやその頃はやっぱ自分のビジュアルっていうの分かってないんですね。役者始めた時に僕は松田優作みたいな俳優になるって思ってて、松田優作ってなんだ、体を鍛えないとっていうのがあるから、自衛隊に入ったのはこれ逆に交通法だと、鍛えてやれと思って。だから僕訓練が終わった後もこうやってやってたんですよ。僕だってあのお腹割れてましたから。うわー、本当です本当です。そうだったんだ。ただもうね、ぽっちゃりなんです。ぽっちゃりっていうかさ、はい、かっこいいじゃん。そうなんです。福沢くんの二の腕に指ぶつけた後輩の指こっちにガンって脱臼したじゃんこっちに、あらの方向に曲がったんだよね。そうなんですよ。袖に戻ってきたらもうね大変だったから。それも今なら言える話じゃない。あ、そうですよ。ミキさんの演その舞台がね、ミキさんとやったユニットの第1回公演の舞台の公演中に、あのオモニバスなんですね、4つぐらいのオモニバスの1本目でその子が指を脱臼しちゃったんですよ、親指を。それでどうしようかと、で2本目もメインで出てる、うん、やばいと。で公演を中止するかって言ったら、その時のあの武漢がその作品に出てない出演者に台本をバッと渡して出ろって言ってね、うん、でたまたまその脱臼した子の役が引きこもり、引きこもりだの役だったから、うん、壁とかそのキューブっていうね椅子とかに隠れながら台本を読んで喋るっていう芝居で、お客さん気づかなかったんですよ。そうなんだよね。私作演をその舞台ではしてて、そうですよ。でその
事故があった日は劇場にいなかったんです。出演はしてなかったから別の仕事でいなくて、終わる頃に駆けつけたらそんなことがあったっていうのを聞いてびっくりしたんだけど、まあとにかくこっちに行った親指をその子はこう隠しながら、な空手で世界大会とか行ってる子だったんだよね。そうなんですよ。だからその本番中、一本目の本番中途中になったんですよ。ずっと隠しながらやってくる。なんでずっとこんなことしてるんだろうと思ったんですよ。でもお客さんに見せたらまずいと思って隠しながらセリフのやり取りしてたんですよね。そうだったのね。ほんで袖に戻ったらへなへなへなって倒れたから、どうしたのって親指見たら親指がこっちになったからはぁーってなって、もうみんなパニックだよね。でも2本目はメインで出てるから引きこもりで、それをでも出ないで、演出助手をやってくれてた、そうですそうです、榎本フリムくんが出たんだよね、急遽台本持って で隠れながら一応流れは知ってるから、演出助手だから内容は知ってるけどセリフはもちろん覚えてないから持ちながらね、だから隠れながら喋る時だけこう喋ってこうやってやるのが、台本読んでんだけどお客さん的には引きこもりだからそういう風に喋ってるんだっていう芝居の体でそういう演出なんだと思ったんだよね、お客さん的には。でなんとか乗り切ったんだよね。でその間に下北の劇場だったんで、目の前に病院があったんですよ。目の前に病院があって、でそこに駆け込んで脱臼しちゃった子はね、はい、脱臼を兄貴言ったら今すぐ直してくださいって直して、最後の4話目の作品に戻って出たんですよ。だから本番中に、本番中の最初の話の時に脱臼して最終話にギブスして出てきたんですよ。で僕見て、あ戻ってきたと思って、その間ものの3、40分だよね。そうです。だからあの下北の先生も名医だと思いますよ。すごいよね。あれもね、4話目でね、彼が戻ってきてヒーローが舞い降りて思いました、本当に。あ次どうすんだろうと思ったらギブスしてえって出てきたから。でそのいきなりギブスしてんのもお客さんは気づいてないんで、そういう役だと思ってるんですよ。そうか、衣装の一部だと、衣装の一部だと思ってるんです。本当にその間医者に行って治療して戻ってきたとは誰も思わないんだよね。そうなんですよ。うわ見たかったなその回。いやー冷や汗が半端なかったですけど。冷や汗かい。もう冷や汗ぐらい思わず冷や汗って言っちゃうぐらいですよ。ね。ということでした。ね。舞台は生ものだからいろいろありますね。ありますね。シネマライフ YouTube。皆様からの質問、はい、どんどんお待ちしております。それからリクエスト、そうですね、お待ちしております。目指せ3万回再生頑張りますんで、頑張りますので、どんどんよろしくリクエストお願いいたします。はい、やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです俺一人